さあパッション TV 始まりました。本日はですね、はい、山口県下関市に来ております。そして今回のゲスト、こちらキャビアの岡です。もうね、眩しくて耳が赤い。気づいてないよ。どうですか、はい、ね、いいところでしょ。いや、いいところだよ、本当に。いや、なんかもう本当に、あ、おじさんたちも僕らだよ。違う違う、これ労働ですから。はい、よくできてるわね。これやっぱ下関といえば名物、はい、何ですか。服。そうなんです。服って何。山口県ではフグのこと、服。すごい新鮮なリアクション。そうなの。フグって服っていうの。見たんですよ、ね、いや、いいですね。お天気もいいしね。いや、海綺麗ですね。やっはー。誰に言ってんすか。誰に言ってんすか。さすがに聞こえないと思いますよ、僕は。そうかな。何のグループなんですか、この男3人は。男3人は、あの、LINE 同僚で。LINE 旅行中、自由行動で。ね、知ってる、あのね、はい、服のこと、服っていうらしいよ。知らなかったよ。知らなかった。知らなかった。教えてあげちゃった。さっき覚えたんですよ。さっき。さっきですよ。いよいよ市場の中へと思ったのですが、ピークは過ぎてもうほとんどのお店も閉店状態のよう。うわ、下にそんな買ってるよ。うわ、フグの唐揚げ、少し安いですね。そうなんだ。え、たこ焼き持ってるよ。あ、たこ焼き、あ、でも新鮮なタコが入ってんじゃないですか。たこ焼きよくないですか。大丈夫です。全部レオコが奢ってくれますので。いや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 、受け入れるの早くないですか。いや、受け入れるの早くないですか。どれがいいですか。あ、じゃあこれにしてみます。これにしますか。じゃあこれとこれ、すみません、お願いします。はい、700円になります。やっぱでもちょっとフグはちょっと見てみたですよね。フグは食べたくないですか。食べたい。うん、かわいいね。なんか衣装なんだ。いらっしゃい。ねえ、ねえ、ありがとうございます。若い男性にも。ちょっとフグを食べたいんですけど、フグ。おすすめのお店あります。はいはい。あった、ある。あ、すごいですね。これはリーズナブルですね。これみんな食べてました、これ。海のとこで。あ、ちょっとなんか行くね。サービス、お母さん、ありがとうございます。新鮮なフグの刺身を早速いただきましょう。はい、これ。あ、それそれやりたいですよね。何をしてるの。怖い怖い怖い。なんかもう喉突き刺さるかと思いました。うわ、うん、いや、すっごい。あ、美味しい。美味しい。歯ごたえがすごい。皮も。皮も可愛い。可愛い。下関ジャパン。下関のキャラクター。そうなのよ。なんだかアイドルのような待遇を受ける金田さんと一緒に外でゆっくりランチ。やばい、テンション高いですね。海を眺めながらの食事もいいですね。さあ、この後は実践です。収支の人数かけるプレゼント実践。いや、私もいないのよ。
激しい動きが大きいから僕の範囲まで入ってきてる。分かんないの、距離感が分かんないの人との付き合い方が分からない。今日はですね、あのプラス収支になったら、うん、まあ、なった人数の数だけ視聴者の皆さんにプレゼントします。なるほど、はい、うわ、そっか、3つ買ってたら3つあげられるってこと。はい、3名様に。そっか、そっか、頑張ろう、頑張ろう。残念ながら全員がマイナス収支だった場合はプレゼントなんか。それ最悪ですよ。そうだ、そしたらもうこの番組終わるな。ちょっとやめてくださいよ。このカレンダさんが出演してるですね、あの声を入れている、あのパチスロ台の。あ、そうなんだ。そう、やってみてよ、ちゃんと。パチスロ台の声もね。まあ、そのパチスロ台は今日あのホールにあるらしいんで、はい、もしですね、その内容を探し当てることができたら、でしかもその台でですね、プラス収支になったらプレゼントを覚えられる。やるやるやる、それでやる。探す探さないは自由。あ、なるほど。とにかくプラス収支だから、プラス収支になるのがまず第一目標で、それがやばかったら金田さんの台を打つのもあり。あ、そうですね。ちょっと待って、みんなで打とうよ。探したいですよね。まあ、とにかくプラス収支をまずは目指しましょう。はい、はい、ということでさすが実践いきます。はい、早い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 。今回のホールはリッツメガヒルズ下関店。パチンコ480台、パチスロー320台、4つのレートで楽しめるホールですよ。それでは私と金田さんですね、はい、こちらの新北トムソー2から、はい、受精したいと思います。やつですよね。もしかしてもう正解なんですか。やってない、やってない、やってないですよね。やってないです。びっくりしました。やってんのかなと思いましたよ。はい、私でも結構上手って言われる。いや、上手。神谷さんから、はい、あ、いいよやってって言われたんですよ。あ、やっていいよって言われてるんですね。はい、わかりました。じゃあパチンコの方でもそれを出せるに頑張りたいと思います。さあ、僕はですね、番長スレ選びました。朝一ね、常連さんとかね、お客さん多くがバジリスク絆と、おきどきとね、こちら番長スリーにすごい行ってて、僕は番長スリーの方に来ましたけど、いきなり得入りました。今ベル15回ですね。朝一リセットの恩恵は受けられるのか。ダメだ、何も引けなかった。いやー、ダメだ。ということでリセットの恩恵の 10% いけなかったですね、大決勝利は。落ち込む山金の裏で、なんと金田さんに大チャンス。まだ6回転しか回してないんだよね。いや、ミドルスペックをもし6回転で当てたら相当運がいいですよ。やったまだ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 当たってない。キリン柄出てる、己に打ち方出てる、あと X 秒の赤の結構長いの出てる赤保留で、結果これは頼みます。これ最後レバー引いてください。はい、レバーで来るといいんですけどね。あ、プッシュでした。おー、レバー取った。あー、回ってる。なんかいや、すごい引き強いね。すごすぎる。ちょっとプレゼントゲットじゃん、これ。いや、まだまだ決まってない。まだ決まってないですけど、はい、これが初回で電サポに入ってくれれば相当熱い。これで今制圧チャンスっていうロゴが出てるんですけど、はい、このロゴをですね、ちょっと連打しててくださいね。ゲットして色が上がれば上がるほど、あ、ちょっと弱いかもしれないな。これは黄色なんですね。でもしこのロゴが赤だと、あの確変の可能性が高くなるんですよ。はい、とにかくこうやっておけばいいってこと。そうですね。で、この左側のところ、残り今449って出てるところがあるじゃないですか。あれが、で、あ、私も熱い、ちょっと待って。あ、来た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 、ちょっといいじゃん。これ、さっき金田さんが出してた、あと X 秒予告。本当だ。さらに私、もう一個待機があるんですよ。これは激熱、しかもその一発目が長いので、あ、無双連結来ましたね。ちょっとちょっと、プレゼント2人でゲットしようよ。え、あります、あります。来ました、異次元動線カットイン、これ激熱予告です。すごい。ちょっとね、同行版が百裂拳っぽくなりまして、一撃当選かっこ、これかっこいいんですよ。かっこいい。これがこの台のまあ決め予告といいますか、大事な予告。レバー来るかな。レバー、レバー来い。いやー、でも帯電ボタン、やったー、来ました。来た、一緒だ、やりました。私もたった9回転
変これが確変入るかどうかが結構ね、また大事なんだ。しかも金田さんまた完全制圧なので、これ70回転まで続きますね。70回まで続けばかなりいい確変の比率が、まあ、可能性が高まるので。よしよし頑張れ。ちょっとどうしたの。当たったんです。すごくない。じゃあこれで安心や。今日は3人ともプラスになるね。イエーイ。大丈夫だ。まあ、僕はもう間違いなくプラスにはできるので。え、心配なのは2人だけだったんですよ。いや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 、完璧だ。その自信がどこから出てくるのか知りたい。大丈夫。これでバトルに勝てば、はい、16ラウンド確変です。テシロ頑張れ。無双2はですね、おっと確変が 65% なんですけど、それが全て16ラウンドなので、うん、勝てる可能性の方が高いです。テシロ頑張れ。振り分け的にはメーターがマックスになる。この応援はケンシロも力入らんな。やばい、あ、やられた。やばい。まだここから復活するかもしれない。吹っ飛んでますよ。復活、復活、頑張れ。ああ、ケンシロ、ケンシロ、ケンシロがやられた。やられましたね。やられましたね。あ、2ラウンドついちゃった。残念ながらここで通常本当に。でもマナさん、これそうですね、まだの引きが強いか弱いかわからんな。確変は終わっちゃったんですけど、うん、あの電サポが必ず100回転つくので、ね、まだ、はい、引き戻すチャンスはあります。続いてレオコのバトル、果たして弾き返せ。ほら、いいよ、来ました。やりましたよ。やった、当たりました。勝ったの、ケンシロ。勝ちました。16ラウンド確変です。やりー。こんな調子のいいレオコを見たのは何ヶ月ぶり。このままガンガン連チャンさせよう。いや、これもう私はもう今日はほぼ勝ちですね。そうなの、よかったです。だからプレゼントはゲットってこと。一つはもう確実じゃないですかね。おー、ちなみにですけど、うん、北斗無双の中のキャラの声を当ててるってことはない。ないです。あ、ないですか。ないです。出たい。金田さん、結構パチンコ台に使われてるキャラの声って何回か当ててるんですか。当ててる。あ、そうなんですね、うん、え、じゃあリーチとか。そう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 。激アツとか、あ、キャンとか。なんか聞いたことありそう。でも、やったことない自分では。あ、パチンコと仕事ですか、うんうん、あ、そうなんですね。なんか分かりそうで分からないなぁ。ボンバーマンもあるし。え、ボンバーマン、うん、え、ボンバーマンの声やってたんですか。ボンバーマンとか、まあ、アクリちゃんとか、はい、かと思ったらそれが女の子いっぱい出てくるやつもやってた。アクリちゃんってカレナさんなんですか。そうだな、アクリちゃん。アクリちゃん仕事だったかパチンコだったかわかんないけどやった。え、知らなかったです。私パチンコのアクリちゃん好きで結構打ってたんですけど。だからそうそう、だからそう、いろいろそれからそれからとか言ってたんですよね。その頃、ヤマキンはというと、さあどう ?6 回目の対決かな。あ、大相撲だ。よしよし、まだいける。頼む。よし、ベルヒットだ。あー、チャンス、チャンス目引いてないかな、これ。あ、当たった。当たりました。よっしゃー、リーチ目出た。オッケー、よっしゃー、オッケー、まだいけるね。お、あ、いや、大丈夫じゃないか。よし、よしよし、ダメ。このまま勢いづく、ね、と思いきや、はい、いや、マジ2日終わり。あー、終わった。
まだわかんないけどね、まあ終わったでしょうね、これ。現在安定した連チャンをしているのはレオコのみ。また青ですけど。あ、でもシャッター赤ですよ。これはバトルに行ってもらいたい。はいはい。できればね、あ、いい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 い、最高ですね。いけ、よっしゃ、これは熱い。とにかく赤と青は弱いです。ただチャンス出てます。一発目で片付きました。レオコが連チャンする隣で金田さんは時短終了。しかしその直後に再びチャンスが訪れ、連続3回ですよ。これちょっとチャンスです。もう話してて大丈夫来ましたね、エンブレムの赤で、これでここ越えればちょっと厚めのリーチ。あ、行きましたね、発展ですね。これで全員集結して、おうおう、4人集まったの。はい、こっからですね。あ、ストーリーだ。またさっき当たった時と同じリーチですよ、4秒台リーチ。あ、今度ちょっとここのタイトルの色が弱いですね。そうなんだ。でこっちじゃない方の方が若干マシ。あ、金ゼリフです。これめっちゃ熱いですよ。そうなの、熱いの。最後またボタン押したり引いたりするんですけど、引くボタンとかちょっとこうビリビリの稲妻ついてるボタンだと熱いです。プッシュまだです。まだプッシュ。あ、普通。あ、当たった。あ、当たったの。当たり当たり当たり、引きが強すぎる。金田さん2度目の初当たり。いやー、すごい引きが強い。また格変か通常かわからないうちに、多分これは勝つと思いますよ。本当に。はい。あ、バットの先制攻撃。ここでケンシロウが先制取ればもうその時点で勝利濃厚なんですけど、まあでもでもでもケンシロウ頑張れ。弾かせ弾かせ。うわー、やったー。あれ出たの。オッケーオッケー、出ました。すごい球出てきますよ。やったやっと入りましたね、格変。ここで連チャンしていたレオコに怪しい空気が。ダメ？ダメですか？ダメか。ダメですね。負けた。いやー、2ラウンドです。ダメでした。さらに金田さんも16ラウンド1回で終了という、なんとも寂しい結果に。1個やっぱ出てるかどうかだいぶ違いますよね。 そうだよね。ここでヤマキンに動きが。チャッピーラグビーかな。あ、お相撲か。またいやいや、次ベルは引けた。はいはい、大丈夫でしょう。はい、よっしゃ、よし、これで一気にまくろう。あ、ボーナスだやっぱり。あ、そっか、そうやね、ボーナスだ。通常ボーナスいきました。いや、台は悪くないですやっぱり。よし、ボーナス、通常ボーナス来ました。こっからまくろう。まだまくれる。さあ、ボーナス終わりました。よし、頼む、これ伸ばそう。大当たりが落ち着いた2人は山金の様子を見に行くことに。そういえば金田さんの出演作はどれか分かったかな。あ、これやってない。いや、でも僕なんとなくその予想はついてるんですよ。だから予想ついてるんですか。この台がダメだったらそれ行こうかなと思うんですけど、ツインエンジェルでしょ、1個違う。ツインエンジェルやってない。やってる、やってる、やってますよね。ツインエンジェルやってるって。残念ながらツインエンジェルシリーズはこのホールには設置されていないようで、歩きながら台を探すことに。どれ、どれだろうな。
え、思い出しました？一個、あれだ、一個見つけた、これ、この辺臭いですか？センコレとか。あれ、あいやいや、下手じゃん、下手ですよ、わかりました。ね、嘘つくの下手じゃん。絶対ですよね。2人とも答えが分かったみたいだけど、今の台が調子がいいのでそのまま続行。ちなみに答え合わせはエンディングで。よし、これで1名ね。 OK、 やった。ヤマキンの勢いは一気に加速。次々と ART をストックし、これはもうプラス収支濃厚でしょう。やばい、これマジでいける。まだまだ伸びそうな気配だけど、ここでタイムアップ。視聴者プレゼントはいくつゲットできたのか。実践終了です。私と金田さんは新北斗無双2でですね、もう前半から飛ばしまくりのまま、はい、なんとかプラス。すごいよね、勝ち逃げです。2人のプラス、最初は苦労しましたけど、はい、最終的にはプラスになりました。本当に3人ともいい結果じゃ。ということはプレゼント3つゲット。今回すごいんじゃないですか。いや、すごくない？いや、これいいじゃん、視聴率めっちゃ高いじゃん。やったー、やったー、ね、でプレゼントは今こちらに出てる、はい、こちらです。あ、これもいい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 。こういう踊りなんか、こういう踊り。いやいや、知らないですけど。死ぬんですか？マグロ、マグロと一緒ですよ。金野さんが、はい、やってる台、はい、ちょっと発表してもらっていいですか？何だったか。まあ、なんとなくバレてましたけど、もう分かりましたけどね。はい、いいですか？はい、せっかくコレクションです。はい、成功率がね、せっかくコレクション。ダメ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 、違う違う。違う、金田さんはこの左側にいるゴザルニャンを演じていたんだね。視聴者の皆さんは分かったかな？イケメンと乙女パンダでござる。ちゃんと声優やってるんですよ。それが証明できてよかったです。顔にも金田さんの声がね、はい、あると思います、はい、じゃあ皆さん受けなさいと。よろしくお願いします、はい、ということでこちらこの辺でプレゼント皆さん終わりか、終わりか、終わりか、終わりか。はい、待ってます。待ってます。はい、この後も番組続きます。痛い痛い痛いよ。いただきます。高級だよ、高級、高級ですよ。うん、美味しいじゃん。噛み込められない。下手すぎるやろ。